Thank you.
たひどいな。それにしてもさ、信じらんないよね。みんなお友達だったのに。ミカはさ、自分だけ仲間外れにされて、その腹いせにみんなを抹殺したんだ。自分で認めたくないから、いつまでも被害者を気取ってるんだ。自分は何にも知らない。その方が都合がいいからね。自分が周りにとって不要な存在であることを認めたくなかった。不安になるのを必死で隠そうとしてた。結果を出してしまうことが怖かったから。だから、そうなる前にみんなを抹殺したんだ。本当は必要のないミカが死ぬべきだったのに、みんなから見ればいい迷惑だよ。みんなは死んじゃったから何も言わないけど、代わりに僕がミカのしたことを責めてあげよう。自分で危険だって分かってたくせに、卑怯者なミカは止めようとしなかった。ずっと見ていたくせに、自分も引きずり込まれると思ったから、あえて後を追わなかったんだ。それどころか、自分のやったことを顧みようとさえしない。ミカが殺したんだ。みんなが死んだ瞬間、ほっとしただろう。自分の存在を否定する者はもう誰もいない。本当はこれでよかったと思ってるくせに。